唐突に始まるスキーの話。ノートに書き溜めたハウツーや、頭に入っていることを形にしようと思って始めました。題して、フリースキー物理学。高校物理レベルで、フリースキーをどこまで解説できるのか、できるところまでやっていきます。第1章は、誰もが思う踏切のお話。踏切って一言で言うけど、高さだったり、合計だったり、回転だったり、いろんな要素を含んだアクションでとても理解しにくいです。そもそも、それらは踏切で解決するものなのか？記念すべき第1回は、高く飛ぶために踏み切る。これが正しいのかどうかを物理学的に検証していきます。お時間ある方は最後までお付き合いください。忙しい方は概要欄をご覧ください。結論書いてあります。それでは早速始めてまいります。キッカーで高く飛ぶってかっこいいですよね。でも今回は物理のお話なのでかっこよさは置いておきます。高く飛ぶ。つまり、滞空時間を長くすることに焦点を当てます。滞空時間を長くするのは、踏切なのか？スピードじゃないのか？そういう話です。そもそも踏切って何？ここでは、ニュートラルポジションから膝を伸ばして、ジャンプすること、としてみました。ジャンプする高さをもとに、計算によって動きを具体化していきます。スキー板を履いた状態で 15cm ジャンプするとします。計算すると、最高到達点までに 0.17 秒かかること。だいたい時速 6km でジャンプしていることがわかります。踏み切らない人と、踏み切る人が同じスピードでキッカーにエントリーしたとき、踏み切った方は、進入スピードとは別に、ジャンプのスピードが加わります。速度は、ベクトルとして加えることができます。つまり、図のように進行方向は上向くことになります。では実際に比較してみましょう。まずは踏み切らない場合です。スピードは時速 31km と仮定します。一応、現実的なスピードです。キッカーの角度を25度としたとき、速度を縦横に分解して計算すると、最高到達点は 67cm になりました。次は踏み切った場合です。15cm ジャンプの速度を先ほどのキッカー進入速度に加えます。使うのは縦方向だけです。計算すると最高到達点が 135cm になりました。私自身、信じられなくて何度も計算しました。踏切の有無でそんなに高さが変わるという感覚、ないんですよね。図の矢印を正確に書いてみます。微妙。思っていたより、ジャンプは高くなることがわかりました。次に、滞空時間を計算していきます。着地までの時間を計算するために、ランディングの形を決めます。リップの高さ1メートル、斜度30度として、地面を Y と X の式で表すことにします。平面座標ですね。飛んだフリースキーヤーの座標は、地面と同様に、X と Y の平面座標で表すことができます。フリースキーヤーの座標は、飛び出した時の速度、角度、そして時間 t によって1位に決まります。つまりスキーヤーの軌道と、地面の方程式を解けば、滞空時間 t を求めることができるということです。すでに計算材料は揃っていますが、方程式を解くのはちょっと面倒です。ここは社会人らしく、エクセル先生に計算をお願いします。時間、スキーヤーの高さ、水平到達距離、その位置での真下の地面の高さ、となっています。あとは、スキーヤーと地面の高さが同じ値になるところを探して、時間 t を増やしていくだけです。どうせなので最初から見ていきましょう。まずは、踏み切らない時の最高到達点が来ます。次は、踏み切った時の最高到達点ですね。やっぱり 135cm まで上がります。踏み切らない場合、リップと同じ高さまで落ちてきました。地面まであと1メートルです。そしてまさかのデコ落ち。8メートル飛ぶ前に地面と接触しました。あと 55cm でランディングに届くのですが残念です。一方で踏み切った場合は、まだまだ飛翔中です。
今、テーブルを飛び越しました。ここで着地です。滞空時間は 1.32 秒。飛距離は 9.37 メートル。なかなかグリーンなエアではないでしょうか。で、高地外野なら、踏み切った方がいいんだけど、それが結論というには早い気がしました。力いっぱい、踏み切った方が良いってことなの？踏み切りってそんなに一生懸命になるイメージないんですよね。力いっぱい踏み切った場合を計算してみました。15cmジャンプとあまり変わらないんですよね。では、踏み切りじゃなくてスピード出したらどうなのか。ちょっと早めのスピードで飛ぶ想定で計算しました。水平に12メートルも飛んじゃうので、ランディングのかなり下の方に着地します。これ、痛いやつです。この計算結果からすると、スピード出しても滞空時間は増えずに、痛い思いだけするってことになります。むしろ、オーバースピードだと分かったら、踏み切りどころか吸収動作で低く飛べ、ってことですね。結論です。適当に踏み切るのがベスト。踏み切らないのは論外。スピード出しすぎは危険。思いっきり踏み切っても意味はない。以上です。個人的に資料が多い8メートルキッカーでのお話でした。皆様の練習の参考になれば、それより幸せなことはありません。第1章は踏み切りです。第1回のテーマは高さでした。次回は同じく踏み切り。テーマは後傾です。後傾を修正するのは踏み切りなのか？私は完成モーメントの物理演算に耐えられるのか？交互期待。